こんにちは、マサミです。今回は弱体化してしまったレイスでどうやって戦うかっていう話をしたいと思います。もともとホライゾン使うまではずっとレイス使ってて、まあ、一応 PS4 ではもともと7万キルぐらいしてて、一応日本で一番キルしてたんで、まあまあ教えれるかなと思って今回この動画を撮るに至りました。まあ、とりあえずでもレイスの何が変わったかって言ったら、まあ、本当にヒットボックスですよね。もともとヒットボックスが一番ちっちゃくて、被弾しづらい状況で前線で戦えるっていう感じで強かったんですけど、まあ今となっては結構大きくなっちゃって、まあ本当にその戦う時は自分をレイスじゃなくて、コースティックとかブラハぐらいのサイズと思って戦わないといけなくなったから、レイスいないパーティーもたくさん見るようになりましたよね。ホライゾンとか、まあブラハとかだったら、こう周りをこうスキャンしたり、上から見たりして、まあ自分の状況把握だったり、敵の位置っていうのが、まあ、分かりやすいんですけど、レイスはその飛ぶ手段もスキャンする手段も持ってないから、できるだけ敵の3人、まあ2人以上がどの位置にいるのかっていうのを、まあ、しっかり見ないといけないんですよ。で、このキャパシタに今1部隊自分たちと同じとこに降りてた人がいたんで、まあ今その人らがどこに降りてるのかっていうのを確認しながら漁ってますね。安全なところを漁ってます。弱体化したとはいえ、別にそんな超弱いキャラになったわけじゃないんで、まあちょっとこの動画を見ながらもう一回レイス使ってみようかなって人はレイス使ってもらって、はい、でこれは間違えてちょっとホライゾン、僕本当に毎回ホライゾン使ってるからホライゾンと思って今アビリティ使いましたね。まあこれがあるあるだと思うんですけどで、今このゲームの音量下げてるから分かんないかもしれないんですけど、敵に狙われてるっていうじゃないですか、レイスは。はい、今敵に狙われてるって言ったらすぐに本当に警戒するモードになってください。漁ってる時も絶対本当に撃たれ出したらすぐ溶けちゃうんで。で、ちょっと戻すと、グレネード飛んできてますよね。で、出ないといけなくなりました。で、この状況では敵の位置見えてませんと。で、敵見えました。で、撃ち出すんですよ。撃ち出すんですけど、はい、二人目見えた時点でもう虚空に入りましょう。で、今、自分の目の前には障害物がないじゃないですか。だから、こういう時っていうのは、横の家にすぐ虚空入って、室内戦だったり、障害物があるような戦いにしないと、ちょっとレイスは、今厳しいんですよ。だからこの人が見えた時点で打ち出されましたと。で、この虚空の入り方にもちょっとだけコツがあって、ただ、まっすぐ進みながら入るんじゃなくて、こうやってちょっと今後ろに下がったの分かりました。ちょっともう一回見ますよ。ここから見てくださいね。ちょっと後ろに下がってますよね。こうやってちょっと止まったりすることで敵の弾っていうのを避けやすくなるんで、こういう接近戦になったら、まあ、レイスと戦ってよしと。で、マスティフも持ってたから、敵倒して、で、マスティフとかは絶対よく持つキャラだと思うんですけど、レイスっていうのは。これもちょっと戻すと、今1枚フューズが見えましたよね。ここは突っ込んで大丈夫です。で、フューズのダウン体を利用して、こう、フューズのダウン体を障害物にしてマスティフを撃ちます。そうすることで、こう、まああるあるだと思うんですけど、味方に弾が当たっちゃってとか、味方のノックダウンシュートに弾が当たっちゃったって、弾が当たっちゃって、当たんないこと多いですよね、敵に弾がね。だからそういう状況を自ら作り出してあげます。で、このレイスってキャラは、このシーン、今みたいに無敵になれるんで、あ、弾当たらんかった、ミスったって思った時はこうやって虚空入りましょう。これは別に普段の時も一緒なんですけど、敵とのこの対面の時に、あ、敵に弾めっちゃ当てられた。で、こっち全然当てられへんかったって時は、素直に虚空に入って戻れば回復できるんで、味方のところにね。で、今みたいにこう、味方との距離が近い時は、虚空入りながら敵の位置をピン刺す。これかなり重要ですね。はい。ここで今ピン刺しまくります。味方と一緒に戦う？で、本当にこの金キャニっていうマップは、すごい漁夫が来やすいから、結構皆さんもやられてわかると思うんですけど、戦ったら絶対一部隊来ると思っといた方がいいです。今もこうやって味方が撃たれてるんで。基本的に絶対漁夫は来るものと思って戦ってください。レイスに関してだと、できるだけこう建物の上とか、敵よりも有利な位置で戦わないと、まあ、さっきも言った通りヒットボックスが大きいんで、2人とかに撃たれちゃうと、ほんとすぐ死んじゃうキャラになっちゃったんですよ。今のも先撃ちされちゃったから、味方の位置まで引く。
あの場面でこうマッスルで敵と打ち合っても、まあ、自分の方が負ける確率が大きいと思って自分も克服して使いましたと。でここでも障害物を使って一枚一枚と戦う。これ本当のそのレイス使うにあたってめちゃめちゃ必要な技術なんですけど、もう一回戻しますよ。レイスなので上を取りに行きましたと。で、この登ってくる音が聞こえたから、じゃあ二人いましたと。じゃあこの時に虚空を使うか、敵と戦うかっていう選択肢なんですけど、先この場所から引くのに虚空を使ってしまいましたと。だからどうしてもこの人らと戦うか、それとも被弾をしながら逃げるしかありませんと。でその時にちょうど横に障害物があったので、一回射線を切りながらホライゾンにダメージを与えて、次この右から出ることによって奥端の射線を切りながら戦いますよね、ホライゾンと。はい、でこれで1対1の状況を作ることができましたと。レイスを使うにあたって絶対その2対1をどう頑張って1対1にするかっていう技術が一番必要になってて、まあ、それは前からそうなんですけど、この弱体化によって本当にその技術っていうのが必要になったから、まあ、みんな使うのやめてきたり、プロも他の別のキャラ使うようになったっていう話なんですけど、まあ、でもその無敵になれる以上本当に強いキャラなんで、オワコンになったとか思わずに使ってもらえばいいと思います。ちょっとこの試合マッシフ全然当たってないからちょっと恥ずかしいんですけどはい、倒して、まあこれで初動の街抜け出せましたと。じゃあそう思ったらまた魚が来るんですよね。いや本当にこうアンチ街、がっつりアンチ街なのにやっぱ敵来るんですよ。でこれがちょっと待って一応教えとくか。レイスのポータルを使った技術なんですけど、誘拐ポータルって言って、敵の一人を例えば味方が一緒にいる室内に連れ込んで一人を確実に倒すっていう技なんですけど、まあちょっと難易度高いんですけど、まあ、一応解説すると、敵がもうだいぶ近くまで来てますと。でこの室内にポータルを置いて敵に向かって、虚空だと敵の位置がわかるじゃないですか。敵のシルエットがわかるんですよ、虚空中って。その時にポータルを使って、はい、こうやって敵の体に押し付けながらポータルを展開します。そうすると敵が入っちゃうんで、こうやって、まあ、倒そうとしたんですけど、ちょっとテルミットグレネードが敵によって投げられてて、ちょっと見えづらくて倒されちゃいましたね。で、奥端が突っ込んできたんですけど、アークスターがたまたま刺さりましたと。はい。で、倒して、こういう時に結構使える技なんですけど、これも。このゲームってパーティーでやるゲームじゃないですか。だから、確殺されそうっていう報告があると、敵って人数有利とかだったらどんどん突っ込んでくるんですよ、今みたいに。で、アークスタを置いて、格殺しようとしてますというふうなフェイントをして、じゃあ、レイスがかかってくれて、コースティックウルトはもう室内じゃ最強なんで、虚空に入って範囲外まで逃げますと。で、また格殺するぞって言いながら、フェイントしてたら左から来ましたと。これは予想外でしたね。で、まあ、なんとか、マスティフで、被弾減らしながら倒せて、まあ、これでやっとこの街抜けれましたと。この、初動の街だけで、しかもアンチ街なのに、こんなに敵来るんですよ。まあ、これが近キャリなんで、絶対に魚振られるもんだと思って、戦いましょう。戦闘が終わったら、例えば、ホライゾンの人だったら、アビリティを使って上から見るとか、ブラッドハウンドの人だったら、周りにスキャンして、敵がいないかどうかを確認してからアサルとか。体力が20とかの時にアーマーをすぐパッて、まあ、すぐ横に死体があるならいいんですけど、例えば室内で戦ってて、外に死体がありますと。で、そこに体力少ない状態で行くっていうのは、僕は基本的に NG だと思ってるんで、そこは回復を優先しましょう。敵の方が、もしアーマー強くてもね。アンチの動き方なんですけど、キングスキャニオンって、アンチによって結構しんどかったりするポイントもあるんですけど、漁夫が今みたいにどんどん来るから、結構、最初からアンチ内に入っておく必要っていうのは僕ないと思ってるんですよ。どうしても、一回の戦闘が起こったら、何部隊もやり合って、そこですんごい敵が死んで、3部隊死ぬとかっても結構ザラなんで、キルログバーって並ぶことあるじゃないですか、キングスキャニオン。だから、まあ、アンチは別に、アンチ機はギリギリで動いててもいいと思うから、まあ、ランクマッチとかをメインにやってる人は、アンチがやばいから、先々入ろう。で、その、道中で敵と戦っちゃって、
で、そこに漁夫がめちゃめちゃ来て結局死んじゃうってめちゃめちゃよくあることやから、まあそのアンチの周りムーブでもいいから、最初は本当に戦わないことっていうのをお勧めします。ランクマッチの場合だと。カジュアルだったら全然いいと思うんですけど、戦えば戦うほどその自分のスキルっていうのは磨かれていくと思うから。はい。で、今このアンチでちょっと敵を漁夫りに行こうとしてたんかな、俺は。でも、アンチももう来るし、敵の方が先にアンチに入れるから、まあ引いてる場面ですね。まあ何が参考になるかちょっとこの場面においては何も言えないんですけど、まああっち側に敵がいますっていうのが分かっただけでいいですよね。で、後ろは来てないと。で、この後、まあ接敵するんですけど、その情報が行きましたね。この部隊だと、まあ残り3部隊でも戦えますと。で、今も、このシーン、毒ガスが投げられて、この下に敵がおると思って、下行ったんですけど、敵が見えませんでしたと。じゃあ、その今の、このちっちゃい段の上に敵がいたんですね。止めると、ここにいると思ったんだけど、敵がいたのはここと。で、この状況だと自分がガス食らって、こうやって撃たれるから、こうやって判断をどんどん早くすることによって、まあ、レースは使えます。今も、すぐさま、国王の判断に入ったから、全然被弾しなかったじゃないですか。ミラージュウルトも、まあ、ワトソンのパイロンで敵が分かると場所がね。だから、今のうちに倒しに行って、まあ、ラスト一人で、さっきその、まあ、ここで情報が生きたんですけど、さっきラオフ側で敵戦ってたじゃないですか。だから、こうやって、こんだけ戦ってても、この漁夫をする時間っていうのがこんだけ遅れたんですよ。まあ、残り3部隊の時に、先に敵と戦うっていうのは結構タブー行為なんですけど、漁夫がすぐ来るから。あの情報を仕入れてることによって、もう今戦えたわけですよ。今味方がこうやって下にいるじゃないですか。まあポータルの使い方の一個と思ってもらったらいいんですけど、味方にホライゾンがいるから、まあホライゾンのリフトでも上がってもいいけど、こうやってポータルを使って、この下の回復してる人がすぐ上に上がってくれるように、自分の体力が多い時にポータルを使っちゃいましょう。どうしても上の方がポジション強いから、すぐに上に上がってくれるようにすることによって、まあ有利にファイトを進めれますと。で、金盾屋から先倒しといて、まあ、金盾倒して、まあ、このね、まあ、ちょっと余談で話しておくと、レイスのこの金角魔がめちゃめちゃ強いですね。こう、敵とこう打ち合ってるじゃないですか。で、リロードをしないといけないんですけど、こう敵と戦ってる後にこう、虚空使う前にリロードとかしてから敵と戦うか、虚空に入って虚空から出てからリロードしてから戦うんですけど、この金マガジンって、5.5 秒でリロードできるんですよ。勝手に。だから、虚空に入ると、リロードできちゃうみたいな。だから、レイスは、この金拡張マガジンかなり必須級のアイテムなんで、まあ、もし味方と金マガジン取り合いになったら、俺レイスやからって言って譲ってもらいましょう。で、味方と一緒に打ち合って、まあ、これで終わりだったかな、確か。はい。こんな感じで終わりですね。この試合もレイス久々に使ったから、その最初のホライズンのミスとかあったんですけど、まあやっぱりレイス一番使ってるだけあって、結構判断とかもだいぶ早くできてたんじゃないかなって思います。まあ、本当にこの一試合結構流れでこうやって解説取ってるんで、いろいろコメントとかもあると思うんですけど、こういうとこ知りたいとか、こういうとこが今わかんなかったとかあったら、まあ、コメントいただければ、その場で答えれそうだったらそのまま返すし、まあ、答えれないそうだったら、また次の動画の参考にさせていただくんで、まあ、よかったらコメントお願いします。よければよければ、高評価もチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、長い間ご視聴ありがとうございました。またね。元々はレアオーク。リロード中よ。少しシールドをリチャージする。で、舞台はシールドをリチャージする。素晴らしい。お前のキルリーダーだ。敵が近くにいる。射撃開始。シールドをリチャージ中。最後に。
動画をご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。他にも APEX の動画を投稿していますので、そちらもぜひお楽しみください。 Twitter のフォローもお待ちしています。それではまた会いましょう。またね。